ストッパーが2人いて、このままストッパーが動かずにその場でインジェクターがボールを出してストレートで打つパターンと、ストッパーが右か左にわざとずらして相手の守備者を混乱させるようなプレーもあったりとかします。あとはタッチシュート、相手の守備陣形を見て自分たちから見て右サイドからのタッチシュートだったりとか、左からのタッチシュートもあります。あとはこのストッパーが出た瞬間に抜けてって、このフリッカーが打つふりして後ろの選手の前の選手通して、1人目の選手が打つふりしてその後ろ通してもう1人の選手がフリックを打つというような形のフリッカー同士のバリエーションもあるので、結構面白いと思います。アタックを高める上ではやっぱり基本的にはやっぱりメインのフリッカー、確実に決めるっていうフリッカーがチームに1人もしくは2人いることが前提、例えば2人いればどっち来るか分かんないんで的を絞れないんですよね。で1人であれば、もちろん絞れるんですけど、それでもやっぱ決めてくるチームがやっぱり強いし、あとは相手の出方を見てバリエーション、メインのフリッカーがいて本当だったら普通に打ったら入るけど、それを守られた時に相手が守ってくるのをかわしてバリエーションを使うとかなり確率が上がったりします。で逆に守備は相手がどういうところが得意なのかだったりとか、相手はどういうふうに入ってきたらここに打つのかとか、相手のバリエーション、タッチで入ってくる選手のスピード感を分析して、毎回ゆっくり入ってくるけどバリエーションの時だけはダッシュしてくるとか、そういった予測っていうのが駆け引きがあって、そこで、駆け引きに勝つと確率はかなり下がると思います。基本的にはそのタイムテーブルっていうのをしっかりと2人のフリッカー、2人のストッパー、1人のインジェクターがいるようにチーム内で組み立ててやってたりしますし、結構傾向があって、フリッカー、ドラッグフリッカーっていうのが結構ディフェンスに多いんで、ディフェンスは結構割と長い時間出てるんで、ドラッグフリッカーがいないってことはあんまり正直なくて、ストッパーだったりとかインジェクターっていうのは割と前の選手なんでコロコロ変わってる状態なんでありえるかなというふうに思います。どっしりしてる選手はやっぱり足腰が強いというか、なので引っ張ってって強い球を打てる選手はやっぱり下半身しっかりどっしりしてるんで、そこから放たれるシュートがドラッグフリックなんで、基本的にやっぱりディフェンスの選手が多い、割とどっしりした選手が、ディフェンスラインやっててドラッグフリッカーっていうのが多いかもしれない。ダミーでストッパーの形だけ取って実はメインはこっちでしたっていうのも結構あるあるで、逆にそういうチームだとフリックが出てなくて取ってもあんまり意味がなかったりとかもするんで、そこはある意味駆け引きかなというふうに思います。